もうなんか10どれどれどれいきなり300円のやつ選んでるけどうわの長っどうもおはなチャンネルでーす。今日はこれ、はい、何で見ますか。ダイソー。ダイソー神戸の三宮センター街店ダイソーさんに来ております。オープン前で誰もいないので今日はちょっとマスクを外させていただきます。はい、ということで今日は何でもほぼ100円、はい、今最近300円ぐらいのものもあるけれども、うん、300この間8月10日でコウメちゃんが3歳になりましたということでコウメちゃん思う存分100円ショップだから好きなもの何でも買ってもいいよという企画でーす、はい、制限時間20分で何買うんかなってお母さん口出せずにコウメちゃん、はい、まあ、口出するかもしれないけどちょっと様子を見たいと思いますって、もう行っちゃった、もう行っちゃった。今日はあのレッド&レッドでお母さんとのこのなんかちょっとめでたい還暦祝いちゃうでほんなら、あなたたちももうコウメちゃんの誕生日に便乗してどうしても欲しいっていうやつだけカゴに入れること。おお、分かった。何個？じゃあ清吉でやちは3個ずつ。ここのねダイソーもうよう来んねん、三宮来たら。もう会員にまたいで、はい、ものすごいねん。もうすっごい種類、もうここ来てないものないねん、はい、ここのダイソーは特に、はい、ちょっと20分コウメちゃん足りるかなって感じはするけど、はい、清吉も清八もまあ20分で、あなたたちは3つずつコウメちゃんは好きな数だけお買い物スタート。もうなんか10どれどれどれこれいきなり300円のやつ選んでるけどでもかわいい掃除機やってこれ買うの。いきなり300円。いきなり300円。でもなんかいつものお掃除してるところを見てるんかな。あ、掃除、掃除グッズ。どれどれ、はい、どれ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 ちょっとこうばいやいや、かわいい。このウサギとかあるやん。ラミちゃんいらんのこれちょっとチョイスがこれ買うのこれ変な入れていいよ。これはさっきさすが商品もすごいレベルが高いですよね。レベル高い。最近のはもうお医者さんかわいいの選ぶな、はい、それここ入れといたら高めのやからそれは手に持っとくん。いろんなプチプチあった。アイスクリームとか。あ、それアイスクリームだ。もう最初の頃高い値段で買ったよねこれ。家にあるやつも高い。でもこれはまださ、やっぱ300円。コウメちゃんもこのピンクとかこういう色好きな。確かに同じ系統の色ですね。もっときもっとき自分で持ち、ね、結構あれですか、小原さんも買います？100円ショップ。いや、やっぱ買う。だからもう来る時に100円ショップ来て、もう100円ショップで最初買うものを書いてくるね。あー、もう決めて決めて。でも思うねんけど見てたら、これも100円で増えていくな、これ100円ショップって。ピピピーピピピー。はい、20分いたけどもう10分にしました、はい、十分です。じゃあ紹介。いや、早い。子供選ぶの早いやん。お母さんの買い物早い。前早い。えらい清吉、虫取り網お母さん買わなあかんの持っとったの。これ100円かな。300円じゃなくて、どんなん。これはシャッテンの聖地が選んだのは、これ社会の虫取り網と、うん、ジャンボのぼり機。これは200円やけどな。あ、今度ねカブトムシを取りに行こうってお父さんと約束しとんよね、はいはいはい、で昆虫ゼリーと、うん、昆虫ゼリーそれとちゃんと虫かご、ね、何匹取るつもりなんこれちょっとで大きすぎひん。いや、いっぱい取るつもり。すごいな。これで4つ、まあ、4つ OK。 はい、ハチはかわいい。食べていい。これ何これ。あ、ハチね、弓や。弓やこれすごいやん、はい、みんなでやるときすごい困んのよね、実は。だからこれはナイス、グッジョブ。ねえねえ、家にまだビーズいっぱいあるけどこれ作りたいから。オッケーオッケーオッケー。これいいわ。知らんかった。感動的。お母さんこうない1、2、8。それはそれももうすんのいるもん。1、2、3、4、5、6個。結局コウメちゃんいろいろ選びました。あとでコウメちゃんの見てみましょうか。はい、はい、全部お買い上げします。コウメちゃんピッて一回やってみる。お
店屋さんやん。お店屋さんごっこみたい。今日はたまたま人がいてないか、こんな時は。はい、何でも買える。ここ、こめちゃん、ここ。できた、できた、できた、できた。こめちゃん、結構こうたね。自分でできた。いいよ、こめちゃん。やった。金額が3314円。こんだけ買ってすっごい買ったで。めちゃめちゃ購入しましたよ。さすがダイソーさんです。それでは今からお家に帰ります。戻ります。ということで買ったものを紹介します。まず一目散に欲しがったのこれです。わお、これ何？ごめん、お掃除。お掃除、うわー、お掃除。はい、ここ欲しいね。ブルブルブル、お掃除。本当にすえませんよ。うわー、お掃除。これ欲しい、ストップしてね。あとこれも流行っとるな、なんかパチパチ音するだけやから。ポコポコを伸ばすと音連結できるよ。あ、いい音。これ300円バージョン。これこうやってできるって感じ。くっつけられる。うわ、長っ長っ。至るとこで見るわ。これもまさかダイソーさんに売ってたとは。いいじゃん、いいじゃん。うわー、コウメちゃんでもこれいっぱい連結できていいな。んで、はい、コウメちゃん大好きな、もうピンクのこんな可愛いキラキラのなシャボン玉、これは外でします。何、コウメちゃん、これどんどん見せてね。まだくっつけといて。やっぱ女の子、お医者さんセット色合いが可愛いわ。100円。この間さ、なんかの似たようなやつも1000円ぐらいで買うたぞ。はっきり言って1000円ぐらいで買いましたよ、この間。すごいクオリティですよね。もう今はね、これもう、はい、はい、先生、ダクター。お母さんのここ見てください。音聞こえますか？大丈夫ですか、お母さん。はい、で、プチプチ大人気です。大人気、プチプチ。家にもいっぱいあるけど、また買った。正直気に入ったの。アイスクリーム、食べた、食べた、食べた。お掃除。家でも掃除機を私がやってたら、はい、やりたいって言うんやけど、もうええって言ってさ、充電もなくなっていくしさ。だから自分でずっとできるからな、いいな。あ、プチプチ、はい、全部ピッピッピッ、はい、これも好きね、プチ。これ流行ってますよね。うん、もうだいぶ長いこと流行ってる。まだ続いてるな。結構子供好きやね、この感覚。全部達成感があるのかな。で、ちっちゃい子供でも押せるから、はいはい、これぐらいの年の子でもいいよね。で、危なくないしさ、親も遊ばせやすいよね、柔らかいし。あ、いい音、これいい音。で、これはフラフー。ねえ、これ100円であんの？もう昔1000円ぐらいで買ったよ、これ。連結のやつも、しかもカラフルで可愛いやん。ペンキチー、トムちゃんのフラフープできた。ちょっとちっちゃいサイズやから子供用やな、これ完全に。ペンキチーやったらちょっと物足りないわ。うわ、早っ早っ早っ。レインコーから、きれいきれいきれい、めっちゃ上手。もう上手やね。やりたいね。コメもおいでもな、すごい。ということで、大満足でした。やっぱりあっちの方がやりやすい。ダイソーさん、ありがとうございました。またお買い物行こうね。誕生日おめでとう。こっちやったら歩けない。え、ちょっと悪い。なんてちょっと悪い。ちょっと悪い。え、なんてちょっと悪い。ちょっと悪い、なんかわからんけど。バイバイ、グッ、バイバイ、グッドボタン押してねって。こっちお願いします。はい、チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。